関税とは、抗議には国境、または国内の特定の地域を通過する物品に対して課される税。協議には国境関税のみを指す。国内関税がほとんどの国で廃止されている現代社会では、国内産業の保護を目的としてまたは財政上の理由から輸入貨物に対して課される国境関税を言うことが多く、間接消費税に分類される。 関税の機能は大別すると以下の通りになる。経済の発展段階が低い開発途上国、後発開発途上国においては国家財政を確保する手段として重要な収入源になっている場合がある。また、通常、関税は輸入品のみに対して課せられるが、一層の収入増大を図る目的で輸出品に対しても関税を課するところもある。 特に木土類などの鉱産物で埋蔵量が特定の国に偏在し産業に不可欠なものへの輸出関税負荷は国内経済への悪影響をあまり伴わずに国庫収入を増やす手段となる。先進国においては通常関税収入の国家収入に占める比率は低く5%以下である。日本では2%を割り込んでいる。発展途上国では 関税の収入が国家全体の収入の50%を超えている国が多い。しかし国家間の自由貿易協定や経済連携協定の締結により関税が廃止される品目が増えている。国内企業の保護、振興や海外から国内投資誘致のために特定の品目に関する関税率を設定する場合がある。助けられる国内生産者よりも 国内消費者を害する輸入関税の効果を図案示す。高い商品価格と低い取引数量が A の分の生産者余剰並びに C の分の政府歳入を拡大するのに対し領域 ABCD の分は消費者余剰を引き下げる。領域 B 並びに D は消費並びに全般による余剰の損失である、始終損失である。 新古典派経済学の理論家たちは自由貿易に対する歪みとして関税をみなす傾向がある。関税は消費者の支出において国内生産並びに政府の利益になる傾向があり、そして輸入国においては関税の商品の構成効果には否定的であることを典型的な分析は見出す。基本的な判断はしばしばこれらの知見に従う。すなわちそれは 世界市場から人為的に遮断された産業に対する国にとっての不利益になるかもしれず、また経済的崩壊が生ずるのを許すにはもしかすると良いかもしれない。すべての関税に対する抵抗は、関税の減税と、そして関税的用事に異なった国々の間を差別することから国を守ることを目的とする。渦は国内商品において、 関税を課することの費用取引を示す。次の図で示された、テレビ受蔵機についての仮想的な国内市場における、輸入関税の課税は次の効果を有する、構成における全体にわたる、返回コール消費者余剰での変化、生産者余剰での変化政府税収での、返回コール A、C コール BD。関税が課せられた後の、消費者余剰生産者余剰政府税収、 並びに、始終損失。最初の図での B と D に対応する、社会的損失と名付けられた範囲によって、全体の構成が減少する、関税を犯した後の最後の状態は2番目の図で、示される。国内消費者に対する損失は、国内生産者並びに政府に対する利益よりも、大きくなる。なお、以上の分析は、部分均衡分析であるが、一般均衡分析により、 関税を課した財の生産に関わる構成は、それ以外のものからの所得の再分配が生ずることが示される。関税が全体の構成を減少させることは、経済学者らの間で論争を引き起こす論点ではない。例えば、シカゴ大学は、インポシングニュー・ US タリフ・オン・スチールアルミニウム・ウィル・インプルーブ・アメリカンズ・ウェルフェアか。 どうか尋ねる調査を2018年3月に40人の主導的な経済学者に対して行った。3分の1が合意しなかったのに対し、3分の2がこの文言に強く合意しなかった合意、または強く合意した者はいなかった。この関税は多数の歳出において少数のアメリカ人の助けになるだろうと多数の者がコメントした。 死中損失の結果による国内生産者並びに政府よりも重く国内消費者を損失させることである上記の説明とこれは合致する。経済的効率性において自由貿易を追求することは最善の策であるが関税を課すことは事前の策である。関税不可国の構成が最大になる関税は最適関税と呼ばれる。一般にはそれは 自国の貿易無差別曲線と貿易相手国のオファー曲線との接点で示される税である。この場合、貿易相手国の構成が同時に悪化する。従ってこの場合の政策は近隣急防火型の政策である。もし相手国のオフファー曲線が原点を通る直線の場合、すなわち自国が小国の過程を満たしている場合はいかなる関税も 自国の構成を悪化させる。極めて限られた状況の中で、政治的な政策選択において、関税を課すことがあり得るし、理論的に最適な関税水準を考えることは、無意味ではない。複数の国々が互いに、関税報復を行った結果、最終的に、2社の間で自己の財を交換するときに、相互の満足を極大にするような交換量の、組み合わせを示すものである。 契約曲線上にあることを示す状態に至る可能性が最も高くなる。一般に日本は関税が高いと考えられているが、日本は最も関税が安い国であり、一部の農産品に高い関税が課せられているとの主張を竹中平蔵がしている。この主張をしている著作には参考文献の表示はなく、この主張の根拠は明らかでない。経済産業省が 毎年公表している不公正貿易報告書の第2部 WTO 協定と主要ケース第5章関税では単純平均状況税率で日本は非農産品で2.5%であり、米国の3.2%や EU の3.9%を下回っているが香港は0.0%である。また全品目の単純平均状況税率では日本4.5%、 米国3.4%、EU5.0% である。また単純平均実行税率で見ると非農産品で日本2.5%、米国3.1%、EU4.1%、カナダ2.1%、香港0.0%、シンガポール0.0%であり、全品目の単純平均実行税率では日本4.0%、 米国3.4%、EU5.1%、カナダ4.0%、香港0.0%、シンガポール0.0%とのデータを挙げており、相対的に低い水準となっているとはしているが、最も関税が安いとはしていない。日本の関税について規定した主な法律は次の通り。下記リストの後者ほど優先される財務省の統計を参照。決算ベース。 平成18年度以前は、原油及び石油製品の関税収入は、石油及びエネルギー、需給構造高度化対策特別会計石炭、環状へ直接繰り入れとなっていた。下記の数値では、一般会計分とは別に記載している。消費者が最終的に負担する関税であるが、納税義務者は輸入業者となるため、法人税や固定資産税、関税と同様に、 商品価格を構成するコストであるとの認識から、この関税に相当する額にも消費税が課せられる。二重課税であるとの議論が古くからあるが、公に問題となることはなく、現在に至っている。ありがとうございます。